はいどうも皆さんこんにちは、ピョキンです。それじゃあ今日もみんなでバトルやっていきましょう。で、前回のみんなでバトルの動画は S ランクになって初戦だけしてやめたんだよね。その時にね、レートっていうのかな、ポイントが4020とか4010なんぼだったんだよね。それでこのまんまじゃ A に戻ってしまうぞって思ってちょっと上げてきたまた S になって A ランクに戻るあの動画はあんまりやりたくなかったもんね。いや、動画的には美味しいのかもしんないけど、なんかがっかりされたら嫌だなと思ってあの4100まで上げてきました。いや、大変だったんだよこの4100も。俺そんな上手いわけじゃないから、正直な話すると一回3800台まで戻ったんだよね。そしてなんかずっと連勝しまくってで4100ぐらいまで戻ったから、よかったって思って、これでやっと動画出せるわって思ってまた動画始めるとき3800台えって思うじゃん。前の動画から見てくれてる人いたら、えこいつレート下がってんじゃんみたいな感じで思われるやん。だからそれだけはね、避けたいと思ってちょっと4100まで上げてきました。じゃあ早速やっていこうか。いや、話をぶり返すけど、焦ったわ。3800台の時まで戻った時は俺ね、動画出していいんかなって思って、次待って待って、ルイージやばくね？ S プラスの5884なんだけど。フルティクラウドス、いや S ランクで1位を取ってもプラス20ちょっとぐらいしかなんないから、ほんとね、5000とか行く人はほんとすごいと思うよ。よし、ルイージがすうまいのは分かってる、ルイージのうまいのは分かってるけど、せめてね、俺はよし、オッケーオッケーオッケー、やばい、俺ルイージに勝てるかもしれん。よしよし、ここはね焦らず行こっか。ルイージ死んだぞ、やった、俺 S プラスに勝てるんじゃない？いいね、よしよしよし、あぶね、ここはね上か、あ中間ポイントあった、よしオッケー、これはよし、俺の独壇場やったね。初めての S ランクにぜひ勝ちたいけど、いけるかな、よしオッケー。で、ここのドクロに乗るゴールに行ってくれ、頼む、よし、オッケーオッケーオッケー、やった、 S ランクに S プラスに勝った、やったやった、マジで嬉しいんだけど。初っ端の、あ、ご飯炊けた、ごめん今なんかピーピーとか言っててご飯が炊けたわ。うわ、30ももらえた。 S プラスに勝ったから30ももらえるのかな。今までさ S プラスとか勝ったことなかったから、あの20台ぐらいしかもらえなかったんだよね。これ俺が一番レート上じゃん、これは勝たなきゃいけない。ボム1、これも難しそうだな。あ、待って、危ない危ない、あーやっぱ持たれると思ったんだよね。どうしようか、せめてあの上の、ちょっと待って待って待って、大砲ジュゲムを倒したいんだけど俺。うお全部あのルイージのせいにしとこう。最初に投げられたのが敗因だったね。いや、でも俺は今日ね S プラスに勝ったから、それだけでもういい、なんかその事実だけでもう心が俺もう満たされてるわそれで多分油断したと思う。 S プラスに勝ったからといってやっぱ調子に乗ったらダメだな。キュノピオ長あのキノピオ長、背高キノピオだってそのまんまじゃん。足元に気をつけろ。ルイージがいいね、可愛いよねルイージ。最近俺ねルイージマンションもやってるから、ルイージがめっちゃ可愛く見えるわ。もともと俺マリオよりルイージ派だもんね。足元に気をつけろって多分これ、このあー嘘、あはマリオやられるんだ、くそーマリオいったか。え、待って、キノピオ何やってんのあれ。よし、これを取っていこうか。ちょっとマリオが、あ、おノーとか言ってる。よし、これはワンチャンあるぞこれ。よし、オッケー。で、待って待って、ここ難しくね。よし、オッケー、オンオフをちゃんとこなしていこう。
で、ここもキノコ出てるか。キノコじゃないけどプロペラ、ここでプロペラはありがたいけど、あ、待って待って、あぶねあぶね、あーこれまずい、くっそー、これ難しくね。ちゃんとキノコ取っていこうか。さっきのあのキノピコ何やってたんだろう。よし、これは取っていこう。よし、オッケー、でこういう風にいこうか。あ、待って、あぶね、よし、オッケー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 。で、うお、マジか、ちょっと待って待って、マリオ結構行ってるよね絶対。これどっちだ、上に行く、上に行こっか。よし、で中間ポイント取って、よし、オッケー。待って待って待って、マジでマジで、ちょっと待って、こっち下、上じゃないのか、下に行こっか。マリオし左いるじゃん、やったね、よし、これも取ってこう。そしてね、ラグがマジですごい。よし、待って、ここをここジャンプしてゴールか、これはゴールっぽくない、なんか、うっそー、マジか、もうちょっとか。ってことはあのジュゲムに乗らないけんってこと。分かった分かった、オッケーオッケー、それだけ分かればいい。もうあのキノピコが一番怪しいけど今んとこ。ジュゲムは、ジュゲムいないんだけど、あ、マジか、じゃあ俺も頑張っていくしかない。あー、くそー、負けたか。え、プロペラ使っていってる、ずる、惜しいところまで行ったんだけどな。プロペラか、4100ぐらい今あったよね。まあそんだけポイントがあればまだ A に下がることは一時ないでしょう。セタカキノピオまたいるわ。セタカキノピオには負けたくないわなんとなく。プクプクを7体倒してからゴール。プクプクを倒してって今まで出たことない気がする。よし、セタカキノピオはルイージだったもんね。あいつには俺絶対負けねえ。あの土管はダメか。よし、オッケー。あ、待って待って、ここ難しい、俺この音符ね結構苦手なんだよな。あー、これは、え、待って、俺終わったくね、これ。あ、これ一回出てもう一回入ったらキラーがちゃんと出てくれるのかな。よし、オッケー、よし、これチャンスじゃねえ俺みんな死んでんだけど。で回転ジャンプする、オッケー。で跳ね、待って待って、よし、オッケー。そして、あ、待って、これそういうことか。よし、待って待って、危ねえ危ねえ。よし、で倒す倒す、あ、これに乗ればいいってこと、そういうことか。でこれで倒す、よし、オッケーオッケーよし、これはチャンスだぞ。よし、待って待って、これはまず踏まれる、誰かに踏まれたら俺はもう、よし、早く早く、うお、待って待って、ビビった、ちょっと待って、早く早く早く行ってくれ、みんなが来る前に、あー、早く早く、ちょっと待って、ちょ、よしよし、ここでいい、で、オッケー、来た、よし来た、で飛ぶ、あ、待って、飛んだらダメだこれはめっちゃチャンスなんだけど、ゴール長くね、やった、来たー、よし、まだ S ランクでね通用しそうやわいやー、 S ランクで俺全然通用しなかったらどうしようって思ってたけど、まだね全然 S ランクで通用できそう。勝率はまあまあ S ランクでも、2分の1ぐらい、2分の1だったらダメなんだよな、20ぐらいしか増えないから。 S プラスに行くにはね、まだどんどん勝たなくちゃいけないよね。ノコノコを倒せ、ノコノコを17体か、結構おるね、結構おるね、しかも一画面じゃん、これ結構運感やばくね、ここ。さてどういく、さてどういく、あ、待って待ってこれはここに打った方がよくね、あー俺捨ててしまったわ、ノコノコもういないよね。ちょっとみんなでやり直すか、みんなでやり直しをしよう、オッケー。よし、それじゃあみんなでやり直し、リスタートだな。これはね、ノコノコを多分捨てたらいけん、このつららで倒せってことだ。じゃあで倒した瞬間もゴールだな。よし、オッケー、誰が倒すみたいな。よしよし、ルイージ死んだぞ。あー、待って、あれは欲しい。よしやった
これ運ゲー感あったけど、まあ勝ちは勝ち。 S プラスはね、俺絶対慣れないと思ってたけど、 S プラスも夢じゃないね。これでね、ラストバトルにしよっか。さて、最後のバトルは S プラスが2人もいる。 S プラス2人もいるわ。勉強しなきゃ。そうなんだよキノピコ、勉強してこいよ。マリオしてないで。そして S プラスはキノピオとキノピコだもんな。動きやばくね。よし、あー嘘、え、早っ。え、待って、やっぱあの2人うまっ。もうゴールするみたいな。難しい。待って待って、あ、俺マリオか。待って待って、俺マリオか。俺ルイージと思ってた。待って待って、これちょっとタイミング、マグマのめっちゃ大事じゃん。よし、オッケー。よしで、俺もキノコ。 S プラスのやつらがね、難しい、ちょっと死んでるから。よし、オッケー。よし、オッケー。ナイスナイス、運感あったけど今。で、この P は P 持っていくんかな。これ踏んだらダメや、踏んだらダメだよね。で、 OKOK、 S プラス2人勝てるみたいな。あー待って、俺なんで投げた、なんで投げたんだ俺は。もういい、もういい、ここジャンプしていこう。よし、嘘、もうこれ当たるしかない、1回。あー嘘、ルイージールイージー、お前のヒップドロップのせいで。マジかよ。さあ、あ、待って、危ね、危ね、危ね、よし、危ね、危ね、危ね。いいところにね、あのルイージ来たな、マジで。で、俺もこれもう一回待っていこうかね。あー、なんでジャンプしたん、なんでジャンプした。ちょっとまずい、非常にまずい、これは非常にまずい。最後はやった、もしかしてゴールか。お前かよ、キノピコじゃないで。うわ、あのルイージ悔しいな、あのヒップドロップ。俺もうルイージ嫌いになったわ。俺もうルイージマンションしたくなくなったわ、もう。あ、でもね、 S プラス2人とも負けてるよね。みんなでバトルっていうのは正直運も結構あるっていうか、運がほとんどだよね。もう9割方運って思っていいもんね。まあ、それでも実力は少しはないとやっぱ S プラスとかには絶対なれないから、2人ともね、あ、2人ともってか、あのキノピコとキノピオは結構高い実力持ってると思うんだけど、やっぱ S でも通用するってことだろうね。はい、それじゃあね、今日は一応レートも上げることができたし、今日はこの辺で終わりたいと思います。それじゃあね。